ライン・サンドバーグの9回の2類一種としてのゴールドグラブ賞受賞回数はロベルト・アロマーの10回に次いで2位である。ローリングスゴールドグラブ賞は MLB の選手表彰の一つ。1957年、グラブメーカーのローリングス社が表彰を始める。守備の優れた選手をナショナルリーグ・アメリカンリーグの各リーグから各ポジション一人ずつ、計9人各チームの監督、 コーチの投票によって選出される。自分のチームの選手に投票できない。初年度の1957年のみ、各ポジション両リーグから一人ずつの選出。1958年以後は、両リーグ各一人の選出となった。二類種としてのゴールドグラブ賞最多受賞選手は、ロベルト・アロマーで1991年から2001年の11年間に10回、受賞した。 アロマーに次ぐ受賞回数は、1983年から1991年に、かけて9年連続で受賞した、ラインサンドバーグである。8回受賞した選手は、ビル・マゼロスキーとフランク・ホワイトの2選手である。2類種として、ゴールドグラブ賞受賞選手で、アメリカ野球殿堂入りをしているのは、ビル・マゼロスキー、ネリー・フォックス、ジョー・モーガン、ロベルト・アロマー、ラインサンドバーグ、 クレイグビジオの6選手である。プラシド・ポランコはただ1、2類種として、ゴールドグラブ賞受賞年に無失策、守備率1.000を記録した。ライン・サンドバーグが最後のゴールドグラブ賞となった1991年に、ナショナルリーグの2類種として、ゴールドグラブ賞受賞年の選手として、最高の守備率、995を記録。また、サンドバーグは2類種として、 ゴールドグラブ賞受賞年の選手として、最多の571捕撮を1983年に記録。ボビー・グリッチは二類種として、ゴールドグラブ賞受賞年の選手として、最多の484視察を記録。ビル・マゼロスキーは二類種として、ゴールドグラブ賞受賞年の選手として、最多の161閉札を記録した。プラシド・ポランコ・ダスティン・パデローや、ブレッド・ブーン。 オーランド・ハドソン・ブランドン・フィリップス・ルイス・カスティージョ。ありがとうございます。